両国教会は、スコットランドウィッチ長老教会の宣教師、ロバート・デイビッドスンにより、1877年に、現在の東京都中央区に設立された教会である。現在は、杉並区に移転し、日本キリスト教団、英福長教会になっている。1877年12月18日に、両国屋の倉町一番地、水野港の屋敷で、 教会組織が行われ、両国屋の倉町日本キリスト教会という名称で発足した。それは、三浦徹の父、三浦千尋が、水野港の屋敷の御用人格であったからである。創立時、仮牧師がデイビッドスウンで、長老は松崎蓮、羊が三浦徹であった。礼拝には40名から100名が参加した。翌年4月3日には、両国教会は、 日本キリスト一致教会東京中会に加入した。そして、1879年新街道を建設し、東京一致新学校を卒業した三浦徹が初代牧師に就任した。1884年9月15日東京に暴風雨が吹き荒れて、両国教会街道が倒壊した。11月23日スコットランド一致教会の申し出で、教会は、 芝区桜家事町に移転した。三浦の月額牧師給与は25年になり、選挙団からの時給を図った。1899年三浦は両国協会を離れ、エドワード・ローゼー・ミラーと共に森岡殿堂に着手した。1899年に星野光太が二代目の牧師に就任する。1905年にはポーツマス講和条約に関連したボートに街道が、 破壊される。1909年には破壊された街道が再建される。1920年に小林誠が三代目の牧師に就任する。1940年には辻翔太郎が第四代目の牧師に就任する。1945年には4月の大空襲で街道が消失。同年8月に終戦を迎えるが、11月に辻翔太郎牧師が死去する。 1946年2月に渡辺光が第5代目の牧師に就任する。世田谷区永福町に京界道を再建し、永福町協会と改名する。1964年永福町で新街道を建設する。教会名にも使用された両国とは中央区東日本橋周辺の町を指し、所在地の両国屋の倉町とは、 現在の東日本橋一丁目のことである。現在でも両国郵便局や道路愛称名として使用され続けている。両国単体で墨田区側を指すようになったのは近年のことである。当時は東両国及び向こう両国と一般的には呼ばれていた。ありがとうございます。